はい、やっほー、皆さんおはようございます。吉良茶です。はい、これがですね、今年、去年か、安く譲ってもらってきた、うちでは一番最新鋭の、金子の乾燥機になります。レボリューション8ですね。 RVH5 で、メーカーの技術の方にも、点検はしてもらって、この草の実トレンダーですね、前にも紹介したこれもつけてます。で、なかなかね、シャッターもちょっとなかったんで、父が作ってくれました。なかなか調子がいいんですけどもね。上のシャッター、排出と循環の切り替えの部分がですね、あれ、ちょっと、不適合で落下させてしまって、歪んでてですね、こういう表示が落ちます。シャッター以上、シャッターが開閉できませんと。いうトラブルがよく起きるので、本当は板金、外して板金したいんですけど、まあとりあえず今は、これ登って手で助けながら、モーターの動きを助けながら動かしています。せめてもうちょっと楽できないかなということで、今から、まあこういう感じでね、細工をしたいと思います。こうね、そこにね引っ掛けて、こうボタンを押すときにこれをギューッとやると、引っ張ると、今まではね、上に登って、今からやるからボタンを押してねーとか言ってたんで、とても大変でした。2人がかりでしか排出ができなかったんで、ちょっとそれをなんとかしようと思います。ではあそこに登っていきます。ちょっと待ってね、一回ストップ。はい、というわけで引き続きこれやっていきます。ちょっと音がうるさかったんで、後ろの、コンベアラインを止めてきました。一旦停止できる機能がね、実は動画撮影あったんですね。便利です。今度からこれを使って、なるべくいらないシーンを見てもらわなくて済むようにしたいと思います。これをあそこに取り付けてくるんですね。あとはしごがね、純正の端子があるんですけど、この乾燥機同士の接地の隙間が狭すぎて、あとこのパイプがどうしてもあるんで、うまくできてません。そこが危険ポイントになります。まあ、幅が狭いんで端子が倒れないんで、なんとか大丈夫です。はい、この棚に動かないと、ここですね、ここ見ますか、見て、ここですね、シャッター、閉める側はシャッターを開ける側の手助けができても、閉める側の手助けができなそうですね。
違う。普通に今全然安全な格好なんですけど、この瞬間になんか脳卒中とかになったら、ダメージが出て脳卒中とか、本当に楽なんですよ。一発 KO ですよ。後ろの筋交い、倉庫の後ろの筋交いまでジャンプするのが一番安全ですね。後ろ、向こうがいいか。よし、します。はい、じゃあ一回やってみましょう。そして、はい、作業します。やっぱり排出側ですね。あそこの金色が
こういうふうにこっちに行ってくればいいんですけど、そのためにはこの、その右についているモーターがですね、のこういう肌色のバーがこういかなきゃいけないんですね。で、今、紐を縛れたところはもう構造上こっち側しかなかったんで、排出終わって張り込みとかするときには多分これで引っ張れば助けられて、一回登る手間が省けるんですけど、排出するときは結局登んなきゃいけないな。あれ？こっちもなんかブーって言って動いてない？結局どっちも どっちも登んなきゃダメか。なんかよくわかんないけど、ちょっと根本的にやっぱり金色のアームが スムーズに動くようにしなきゃダメですね。はい、ちょっと根治的な修理が必要です。まあ、根治的といっても、あそこのカバー外してきて板金するだけなんでね、あまり近道を考えずにやりましょう。あ、喉が痛い。多分これは埃にやられ始めた。いつもシーズン半ばになるんですよね。ちゃんとマスクをずっとしてやってないと。はい、というわけで、頑張りましょう。以上。まあ、人がいてくれるときに一緒にこう押してもらえたから、とりあえず今日はそうしようと思います。バイバイ。よし、お茶でした。